はい、どうもピオキングです。今日はですね、久しぶりに世界のコースやっていくんですけど、まあ世界のコース始めるとき、このサラダさんっていう方のねコースから始まることが多いんですよ僕。まあ一画面コースだね。でこのバネって書いてるコース、クリア率がね 2.19% なんですよ。まあクリア率だけ見たらそんなに難しくないんですけど、ただねこれ詳しく見るを見てみたら、なんかねバネがあるだけなんだよね。でバネに乗ってでドアに入ってゴールみたいな、まあ、たったそんだけっぽいんですけど、それでクリア率 2.19% っていうのはめちゃくちゃ気になるんで、ちょっとこのコースやっていきますか。それじゃあ久しぶりなんですけどやっていきましょう。一画面コースバネ。いやめっちゃ簡単そうじゃないこれね。ほらで乗ればいいだけでしょこれ。これで終わり。なるほどなるほど、ドアの下の部分に綺麗に入れってことね。いや簡単だよこれ。いくよ、一発でいきます。ほっ、いや結構むずい。え、ちょっと待ってね。ほっほっほい。いやいけん、マジでいけないんですよこれ。ねちょんしか押してないんですよね。ほっ、なんで。いやこれねやってみたらわかる、マジでいけないんですよあそこに。なんかね調整効かないんだよな。ほらほら、バネ使わんでジャンプしてみよっか。右に走ってってジャンプ。いや惜しい。あ、なんかいけたんだけど。なんでなんで。ちょっとやってみてこれみんな。いやマジでちょっとわかんない。それじゃあさっきのバネのコースはですね、たまたまクリアできたということで、とても難しい全期間ランキング今日やっていきましょう。で今日は全期間ランキングでめっちゃね、ほら上の方からねもう結構クリアしてるんですよ。だからクリアしてないところですね、どんどんやっていきたいと思います。とりあえずこの9番をまだクリアしてないっぽいんですよ、他全部してるのにね。だからこの9番をやっていきたいと思います。レインボーアスレチック、いや非常に楽しみですね。もう久しぶりだもんね。とりあえずこれ走ってってジャンプしていくみたいな感じでしょ。じゃあ OK 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 で右、あれ最初はね、まあやられちゃいましたけど、このまま走っていきますか。多分そんな難しくないと思うんだよな、ここでオンオフして、でこのまま右でキラーでしょ。まあスピランっぽくはないんですけど、このままねどんどんスピードに乗っていけばいけるはず。何今の、今のはちょっと見なかったことにして、でオンオフして、こう回転ジャンプでしょ。 OKOKOK で右でジャンプ、いいねいいね。でここ左に行って土管に入るみたいな。まあまあ 2.74% だったっけ、まあそんなもんでしょ。ちょっと待ってね。ほっほっ、よしよしよし。で回転ジャンプじゃないね。でここは右、あれ、まあたまにはああいうボンミスもありますね。誰でもあると思うんですよそういうことって、ボンミスで。マリオって、まあ、やってると大体ねボンミスでやられるっていうことがね多いと思います。でこのまま右に渡っていきます。でここ回転ジャンプね、まあこれ Z って書いてるからね、まあ分かりやすいですよね、分かりやすいですよね。分かりやすいですよね。待ってこれ大丈夫、あーこれあれか、30コイン取るための大砲だったのね。でオンオフして、ちょっとあぶねあぶね、ジャンプ。初見殺し感のあるステージだね。まあ大体トテムズコースって初見殺しが多いもんね。まあその初見殺しがあるステージもですね、まあどんどんやっていけば勝手に覚えると思うんですよ。でこれでビヨーン、オッケーオッケーオッケー。でこの大砲、大砲いる、カッ。久しぶりすぎて、マジでこの世界のコース久しぶりすぎて、今噛んだかどうかはどうでもいいんですけどね。まあ楽しいね、やっぱこの世界のコース久しぶりにやると楽しいです。まあみんなでバトルの方がね僕は正直めっちゃ好きなんですけど、やっぱこの一人でするコースっていうのも非常になんかね新鮮味があるっていうか、まあこれが普通なんですけどね。まあ、ちょっと待って、花ちゃん一緒に行こうね。でジャンプ、オッケーオッケー。でもうすぐゴールじゃないから、まあ2個中間取ったからね、まあ次です。あ、これゴールっぽくない？じゃあ、オッケー。まあ、2.74% だったらそんなに難しくはありませんでした。どうもありがとうございます。さて、次は14位にありました、このコース。あ、今度クリア率ガクンと下がるね。クリア率 1.71% クッパジャンピングチャレンジ。このコースやっていきましょう。なんか名前かっこいいね。レッドフレームだって。制作者さんの名前めっちゃかっこいいね。で、このまま右。はい、オッケー、オッケー。今、速攻行けましたね。で、次は、なるほど、これ亀を踏んでね、何 P ブロックっていうか、あの四角いのがあるじゃん、透明の四角い枠、あそこに行けみたいな感じでしょ。あ、これ優しいわ、これめっちゃ優しいね。ほらほら 1.7% だけどね、まあああいう四角い枠とかがあれば意外といけるもんですね。オッケーオッケー。こういうジャンプゲームっていうのは私非常に得意でして、でこれ2回みたいな、オッケー。でもう1回ビヨーンみたいな、
あ、これ一発でいけたらすごくない？ 1.7%。 いや、一発を目指していきましょう。で、これはどうしよう。カメ踏んでオンオフして、で、もう一回カメの中身踏んで、で、モグラ踏むみたいな。で、ピージャンプ、オッケー。よし、まだ一回もやられてません。そして今度どうしようか。四角い枠の代わりに矢印があるのか。うわ、これはね、一回ノコノコを踏んで矢印いくでしょ。で、メットも踏んでパウブロックを叩けみたいな、多分そんな感じ。いけるか、ほっ、いけ、あー、いけんかった。なるほど、メット持って上にね、パウブロック投げないけんね。くそー、まあ一回やられてしまいましたね。まあでもさ、クリア率 1.71%、 1.72 だったっけ、まあどっちでもいいんですけどね。まあそれで一回しかやられないっていうのも逆にね、すごいと思うんですけど。で、上、オッケーオッケー。これ中間ポイントないパターン、これ中間ポイントあったっけ。取ったっけ、忘れました。で、これは中身踏んでいく、オッケー。で、ジャンプ、これめっちゃ簡単だね。クリア率ね、 1.71% は思いませんね。で、今度はまた上に投げる、 OKOKOK。 これはですね、あのクリア率の割にめちゃくちゃ簡単なコースです。そしてこれはどうしようか。またノコノコを踏んで、また中身をと、こんな感じ、 OKOK。 で、もう一回上みたいな。え、これでいい。え、また中身じゃない、甲羅持っちゃったけど。で、次は左か。うわ、ちょっとなんか急に左になったらやりにくいな。よし、で、次の土管に入る。そしてもうそろそろね、ゴールがあると思うんですよ。これはノコノコを右に渡らしておいて、はい、よし。楽しい、久しぶりすぎて楽しすぎる、この世界のコース。やばいな、今度から世界のコース、まあみんなでバトルをしないでね、この世界のコースやっていこうかなって思うんですけど、それでもですね、僕はみんなでバトルをやっていきたいと思います。それじゃあ最後はですね、まあ、到底ムズじゃないで、人気ランキングの簡単やってみようか。簡単の1位やってみる。メイクはザ・ジャンプ・バイ・ブッシュ AB。まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、人気ランキング簡単で1位のコースやっていきますね。だいたい僕のですね、あの視聴者さん見てる方。え、ちょっと待って、わかんないわかんない。ちょっと、え、どういうこと？お、え、キノコ操れる。お、すげえすげえ。ジャンプボタン押したらね、キノコなんですよ、僕今。え、ちょっと待って、言ってる意味わかるかな。ね、ジャンプボタン押したらキノコがね、ジャンプするんだよな。ほっ、ほっ、楽しい、これ。え、なんこれ、うわ、新しい、めっちゃ新しいね、これ。ピヨーンみたいな。あ、キノコもちゃんとね、大ジャンプする。普通だったら大ジャンプしないんですけど、あのね、タイミング合わせるとこうやって大ジャンプしてくれるんですよ。うわ、非常に面白いですね、このコース。初めて見たな。これ分かった、だからね、マッシュルーム AB って書いてたのか。キノコ、このね、マッシュルームを操れってことなんだね。いやいやいや、これはお子様でもね、そんなにマリオが得意じゃない方でもきっと楽しく遊べると思います。この発想は素晴らしい。ちょっと今落ちましたけど、ちょっと集中していきたいと思います。はい、で、このままジャンプ、いや、いいね。え、あら、OKOKOK。 びっくりした、どこに行ったかと思った。で、このままシーソー上に上げておいてジャンプ、で、このまま右のオープンブロックでしょ。うわ、すごいね、このコース。え、こんなんできるの今。どうやって作ってんだろう。あ、待って待って、なるほど、これはリフトにちゃんと乗らなきゃいけないのね。オッケー、わかった。ちょっと待ってね、これ一回穴に入れる、穴に入ってこのままジャンプみたいな。簡単。まあ簡単なんですけどね。まあこれは本当にマリオ初心者の方とかね、まあ、もしくはマリオがやったことない方、めっちゃ楽しめると思います。まあそういう苦手な方でもね、ぜひやってみてください。まあこのステージのね、欠点といいますか、ちょっと難しいことといえば、まあキノコが操作、ジャンプしかできないっていうことですね。まあ常に動くからちょっと難しいところではあるんですけれども、まあそれでも、あ、ちょっと待ってね、プッシュ上、プッシュ上、ああ、なるほど、ドアに入るのか。オッケー、ゴール。いや、非常に楽しいコース、ありがとうございました。マリオがやられてね、またスターとかやり直すっていうストレスもなくですね、まあ、楽しく遊ぶことができました。それじゃあ今日はこの辺で。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。